キーガン・ラレン・ゾドリーは、南アフリカ共和国のサッカー選手。南アフリカ共和国代表。ポジションは FW。ウェストバリー・アーセナルでサッカーを始め、スクール・オブ・エクセレンスを経て、マメロディ・サンダウンズ FC の下部組織に入団。その後アヤックス・ケープタウン FC に移った。アヤックス・ケープタウンで2012年にトップチーム、昇格、2013から14シーズンに、 プレミアサッカーリーグ最優秀若手選手賞に輝いた。これを見たマメロディサンダウンズが彼を買い戻したが、マメロディサンダウンズは彼とポジションが被る選手を多数保有していたため、2014から15シーズンはアヤックスケープタウンにレンタル遺跡という形で残留した。2015から16シーズンにマメロディサンダウンズのトップチームの一員として、 プレミアサッカーリーグとカフチャンピオンズリーグ2016を制覇。カフチャンピオンズリーグ2016では AS、ビタクルブに敗れたが、ビタクルブは出場資格のない選手を起用していたために失格。これによって本戦に進出し優勝した。彼とチームメイトのハマ、ビリアとデニス・オニャンゴはアフリカのリーグに在籍するアフリカ最優秀選手の候補に選出されたが、 最優秀選手賞は、オニャンゴの手に渡った。なお彼自身もベストイレブンには選出されている。この活躍から彼は、ヨーロッパ方面からの興味を持たれるようになり、2016年9月には、オリンピアコス FC の名前が挙がった。同年11月にマメロディサンダウンズは、紛争解決室に対して、17ヶ月前に彼と締結した契約にある遺跡金75万ユーロは、 安すぎると申し立て、このミスは、マメロディサンダウンズに責任があることを認めた上で150万ポンドに引き上げたいとのクラブ側の要請が認められた。これに対して、南アフリカ共和国サッカー選手連盟は、オリンピアコスからの興味が持たれている中での、この判断に遺憾の意を示した。なお彼は、その数ヶ月後の2017年1月26日に、 リーグアンのモンペレ HSC に移籍した。2021年7月、カイザーチーフス FC に加入した。U-23 代表として、アフリカ U-23 ネーションズカップ2015に出場し、リオデジャネイロオリンピック出場権を獲得、同大会にも参加した。A 代表としては2014年9月5日に行われた、アフリカネーションズカップ2015予選のスーダン。 代表戦で初出場。2016年6月4日のアフリカネーションズカップ2017予選のガンビア代表戦で2得点を挙げて代表初得点を記録した。ウィンガーとしても攻撃的ミッドフィールダーとしてもプレーでき、2列目ならどこでも熟すことができる選手である。ただ、クラブでも代表でも左ウィングとしての起用が多い。小柄ながらその素早く献身的なプレーと、 スキルで不安またのようにスペースに入り込みシュートを放つ。その能力からスティーブン・ピーナールに南アフリカ共和国で指折りの選手になるだろうと言わしめた。スティーブン・ピーナールとは同郷で彼もカラードである。ありがとうございます。